第二自民党、第三自民党になる気はありません。日本は本当に衰退の速度を早めるだけですよ。トロ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 して遅いことがいっぱいあるんですよ。西日本新聞の岩谷と申します、はい、よろしくお願いします、はい、代表先日福岡であった党員サポーター集会で自民党のアクセル役になりたいとおっしゃってると思います。で改めてその意図というかお話しされた部分の思いについて伺いたいと思います。西日本新聞さんらしい意地悪な見出しだったなと思ったんですけど、多分東京でですね、私の演説とか聞いてる人はいつも同じことを言ってます。で例えば今もそうなんですけど、もっと速やかにガソリン代も早く引き下げたらいいし、例えば原発の再稼働についての判断ももっと早くすればいいし、トロ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 して遅いことがいっぱいあるんですよ。で我々はずっと政策先導型政党といって、とにかく政府や与党がいろんなしがらみの中で言えないことを、思いつかないことをですね、国民の声を聞いたり海外の状況も調べたりして、常に数ヶ月前数年前からですね、将来やるべき政策を先手先手で打ち出してきて、でそれをですね実現させていくっていうのが国民民主党の真骨頂なわけですよ。同じやるにしてもですね、もう何年も何ヶ月もかかってることではなくて、もう今すぐやる、やるべきことは早くやるという意味でですね、そういった政策をそもそも思いつかない、あるいは考えもつかない政府に対してこういう解決策がありますよってことを出し、かつやるにしてもさっさとやれと、速やかにやれと、スピード感を持ってやれということをですね言い続けて、政策実現を図ってきた政党だし、これからもそうやっていきたいと、対決より解決、政策先導型ということを、そういう形でその時は話したのであって、これまでと何ら変わらないことを言っています。ただもう今のままのですね、ノロノロした政府与党のやり方であるとか、あるいは旧来型のやり方を変えないということをですね、このまま去年もやったから今年もこうだとか、先月もやったから今月もこうだみたいなことを繰り返すだけでは、日本は本当に衰退の速度を早めるだけですよ。これだけですね経済成長してきて、もう来年には600兆を名目 GDP も超えるようになってきてます。新しい局面に入ってきてるので、経済政策も新しいことをやっていかないと、もう何年も何ヶ月も前に決めたことをやっていたのではダメだという意味で申し上げたので、第二自民党第三自民党になる気はありません。朝日新聞の奈良崎です、はい、代表選に関して伺いたいんですけれども、先週前原代表代行が出馬を検討しているというような会見を開きまして、その中で今 の玉木代表が掲げている政策によって与野党問わず強調する路線について、結果的に自民党を離すると野党分断を招いているというような発言をされたんですが、これに対しての受け止めお願いします。具体的なそういった争点についてはですね、選挙が始まってから申し上げようかなと思っておりますが、ただその何をもって野党分断とおっしゃっているのか、我々野党分断というよりも国民民主党をどうやって公党として強く太く大きくしていくのかということを考えるのが党の代表の責務だと思っているので、野党第一党の党首であればですね、野党全体のことを考えるということもあるんでしょうけれども、我々やっぱ国民民主党がいいということで党員サポーターになってくれたりですね、今回統一地方選挙みたいに国民民主党を選んで立候補して当選してくれた人がたくさんいるので、小さな政党なんで他の野党のことを気にしている余裕はないですね。とにかくそういった期待に応えるために、国民民主党という政党を国民民主党として大きくしていきですね、我々の政策でしか日本は変わらない、我々の経済政策でしか国民の給料所得は上がらないと思ってますから、そのためのですね、しっかりとした政党をですね育て上げていきたいと思っています。野党が複数選挙に出ることをもって分断ということであれば、それはもう維新の皆さんもそうだし、共産党さんもそうだし、令和も参政党もいろんな党がありますから、みんなに分断するなって言わなきゃいけなくなるん でそれは多分我が党の仕事ではなくて、我が党の代表の仕事は我が党を支援していただいている皆さんの、そして国民の皆さんの期待に応えられるようにですね、強く大きくして我々掲げる政策を一つでも多く実現していくようにしていくというのが国民民主党代表としての責務だと私は思っています。図らずもその政策よりもそういった対別の党とのスタンスっていうのが代表選の大きな争点になっている現状と、改めてどんな代表選にしたいのかということをご一度伺いたいと思います。プラスの選挙にしたいですよね。で、これは前も申し上げましたが、細かい話は今日はもうしませんけども、
っぱり一般的に政党の代表選挙で他党との関係が主要命題になるような代表選挙は、それ代表選挙に私はふさわしくないのではないかな。やっぱり我が党として何がしたいのか、選挙のために他党とどうするかではなくて、身内の選挙というか党内の選挙ですから、我が党はどういう理念で政策で、そしてどういうふうにですね、大きくなっていくのか強くなっていくのかという方策を話し合うことが必要かなと。選挙のことももちろん大事なんですけど、何度申し上げましたが、小選挙区なので選挙区調整するとうちは常に譲るみたいなことがあって、そしてあるいは無所属にするということになると比例票が全く出ないということをこの間の選挙で経験してきたんですね。だから次の衆議院選挙ももちろん選挙区と比例と両方戦う選挙なんですが、今でも半分比例半分が選挙区ということなの で次多分伸びしろがあるのは比例のところだと思うので、そういう意味では他の野党とも差別化をしながら、他の政党ではなくて国民民主党に2枚目の票を入れていただくような、そういうアピールはどのようにすればいいのかということをですね、しっかりやっていくことが必要なんではないかなと思ってますので、そういうことも具体的にですね、選挙戦の中で訴えてはいきたいなと思ってます。